おはようございます即歌塾の久保でございます、えー、令和元年1月11月11日ですね、えー、今日という日は私にとってはかなり <laughs> ちょっと記念の日になると思いますけどもこの記念日にですねやっぱり私はねこういうふうに動画を残せるってことが一つの財産になるんではないかなと思いますよね、えー、ご覧の皆様もきっとですけども自分のねご自身の記念日っていうのはそれぞれあると思うんですよそのの日に、えー、動画が残ってるっててるいうのは なんか何よよりの宝ではなないいかなと思いますよねさあ,あ、そういうことで今日14時から出産の方が始まりますので今日の晩ね早ければ今日の晩に、えー、皆さんからねこんな名前なんじゃないかなこんな名前がいいんじゃないかなっていうことをいろいろいただきましたけども、まあ、私のね47歳にして初めて生きる子供の息子の名前を発表させていただきます発表するといってもね別にそんな大げさなもんではないんですけども皆さんに私の 名前を付けるねセンス、家族が増えたときにどんな名前を付けてるかってことをね、皆さんにお知らせしたいなという私の思いだけでございます。えー、かなり私的な放送になりましたけども、後半で一つね、この今回のライブ放送の後半でこれから一つ皆さんにね、ちょっとまあ学びと言いますかね、こんな考え方があるよみたいなお話をさせていただきます。税金が上がる中でですね、タバコもかなり税金を占めてるわけなんですよ。その中で喫煙者の方がね、 あのいいろろんななとところでタバコが吸いにくくなってるとで受動喫煙っていうムードも高まったりとか禁煙外来っていうのができたりとかしてとにかく喫煙者の方っていうのは社会の罪に追いやられてるんだということがありますその中でですねタバコの論争になった時に私とね、まあ、ちょっとお茶飲み話の中でタバコを吸う方とね私と2人で話したことがあったんですよその時にタバコっていうのはねこれによって税金がかなり投入されていて皆さんの財源になっていると。 かなり役に立ってるんだよって意見があるんですよそれはその通りですよねで私はどういうふうに答えたかっていうことをここで皆さんにシェアしたいと思うんですよこれすごいでしょうっていうふうに私はね何か考え方の自慢をしたわけではなくてこういうふうに考えていくことは皆さんどうでしょうかってことなんですよさあその中でね答えるべきことなんですけども私は何を答えたかっていうといやタバコを吸うことによって税金をすごく払ってるから税金によって支えられてるって主張するんだったらタバコを吸わずにタバコを吸ったつもりで全額税金をね 寄付の感覚でででどどどどんどんどんんどん払えばいいいじゃないですかとでましてやねその方は経営者でで節税をむちゃくちゃゃくややってるんですよいやその節税をせずにタバコもやめて、えー、もうなるべく多くの税金をね自ら進んで払うっていう方法でもあなたの言ったタバコによって税金で支えてるよっていうのはタバコ吸わなくてもより多くの税金払うことできるじゃないですかって言ったらまあちょっと静かになったというかね <laughs> 面白い視点を持ってるねっていう方でね、えー、その場はちょっとこう笑いを。 閉めたわけなんですけどね。ありえさん、楽しみですよ。よえー、海老名市長選おめでとうございます。あのお疲れ様でございました。あの、三宅さんね、えー、しっかりとおまあ、当選されたということだったんですけども。あの今回すごく良かったのはね。リエさんね。あの、やっぱりその政治リポーターですよ。完全にあの番組の作り方、むちゃくちゃ上手でしたねえー。これからも本当海老名市長選がね。 もう一年中やってればいいのにと思いました。そしたら、リエさんは毎日のように <laughs>、あの、レポーターやって、むちゃくちゃ番組楽しいんですよ。やってても楽しかったと思うんですよ。大変な中でも楽しかったと思います。まあ、こういう日々がね、遅れるといいなと思いますし、これはね、立花さんが私たちに下さったプレゼントかもしれません。この政治に全く興味が持てないと。どこに投票してもあんまりいい世の中が基礎にないのを、あのー、まあ、N 国党っていうのに限らないんですけどね、何かしてくれるかもしれないと。 ちょっと応援してみようかなっていうふうに少なくとも政治の世界にエネルギーを向けたわけですよ多分理恵さんは今までね政治のレポーターなんてことをやったことがね当然なかったしやろうっていう思いもなかったと思うんですよでも今回どうですかあすごくね理恵さん自身も面白かったと思うし理恵さんの番組を見ている多くの方も非常にねこうなずいたりとかね、えー、ガッツポーズを一緒に出したりとかしたと思うんですよねこれがね YouTube の素晴らしさなんですよリエ、えー、さんもいつかね この海老名市長選の動画を振り返ってみるときに。ああ、私頑張ったなと楽しかったなあっていうふうにね、思うことがあると思うんですよ。え、これからもね、今度は、選挙は終わりましたけども。海老名っていう街がどんな街なのかってこと。そして、今回、あた、あらた、改めて、改めて海老名をね。運営する人が変わりますけども。それによって、どう変わったのかってことをね。レポートしてもいいんじゃないかなと、例えば、あ、こんなところに、なんか。 病院ができたぞとかね、あこ,ねこんなところにね、えー、ゴミ箱ができたぞみたいなね、こんな気づきっていうのも、行政のおかげですからね。あ、りえさん、本当はありがとうございます。あの、私も毎日毎日、りえさんのね、動画を見ております。いやいや、YouTube をね、アップロードしてくださってる皆さんの動画を見てますよ、私はね。えー、とてもね、全部は見れないんですけども、ただ全員のは見てます。えー、アップロードした後、全部を見てるかどうかはわからないんですけどもね、見逃してるのもあると思いますけども、えー、本当にお疲れ様でした。 あの、安部リエさんね、N 国党の方からもかなり印象に残ったと思いますし、YouTube を見てる方の中からも、エビナ市長選で検索すればりえさんの動画上位の方に出てますんでね、えー、これからも楽しく生きていきましょう。それでは本日は以上です。ハロー YouTube。14人出産です。